はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もね、体に関するその病気の治療のね、すごい、これは今回はね、輝かしい未来が待ってるんだよっていう話をね、していくんですけどもね、iPS 細胞ってあるじゃないですか。その iPS 細胞で心臓病の治療に使ってね、それを3人の患者さんにね、実施したところね、経過が順調だというのがね、この前、昨日、一昨日か、25日にね、12月25日にね、大阪大学がね、発表しましたね。これはね、今年のね、2022年1月27日に、さまざまな組織になれるその iPS 細胞っていうのが、から作った心臓病のね、筋肉のシート、心筋シートって言うんですけども、それを重い心不全の患者さんにね、移植したとね、発表したんですよ、1月にね。そこから約ね、今日の25日、まあ1年弱ですよ、1年弱にわたって、まあ治療がね、行われたんですけども、その結果が順調だということなんですよ。素晴らしいですよね。まあ、そのことから関連してくれるその iPS 細胞つながりでね、今度はね、10月にですね、まあ、がん患者にもね、 iPS 細胞がね、加工があるかもということでね、10月から、ね、治験が行われてますけどもね、まあ、その結果はね、まだその報告されてないので、成功することには大いなる期待がね、込められております。そもそもね、 iPS 細胞というのはですね、細胞を培養して人工的に作られた多能性の幹細胞というもののことなんですよ。2006年8月にですね、京都大学 の、 山中教授って言ってあるでしょ、あの人がね、こう世界で初めて iPS 細胞のね、制作にね、成功しまして、2012年にね、ノーベル医学生理学賞っていうのをね、受賞しました。山中教授らはね、その皮膚などにこう分解してた細胞にある遺伝子を組み込むことで、あらゆるこの生体組織にね、成長できる万能な細胞を作ることに成功したんですよ。これはね、この成熟した細胞を多能性を持つ状態にね、こう初期化する、細胞をね、こう、綺麗な、まあ、赤ちゃんの、ね、お肌のようにね、する。まあ、つまりですね、細胞の時間をね、巻き戻すような、こう、画期的な発見であって、まあ、今後の再生医療とかね、創薬研究に役立つことが期待されています。その iPS 細胞から、今回の順調に経過しているっていう知見ではですね、心臓の筋肉の細胞を作り出して、シート状、心筋細胞シートっていうのにして、重い心臓病の患者さんの心臓にね、移植する研究をね、進めているということでした。これまでにね、こう3人の患者さんに、ね、手術をね、実施しましたよっていうのをね、今年の1月27日ね、明らかにしたんですよ。で、そこから1年弱が過ぎて、患者さんの経過はいつでも順調だよということで、まあ、今後のね、安全性や効果のね、検証がね、注目されています。そんな大阪大学によりますとですね、手術は保険が適用される一般的な治療法にすることを目指して、国に認証を得るための治験として行われたということなんです。まあ、保険適用になったらいいですよね、それがね。で、来年の6月に行われる第三者の、ね、評価委員会で治験の有効性が確認されれば、さらに7人に手術を実施する計画だということで、 iPS 細胞を使ったね、心臓の再生医療の実用化に向けて、今後の安全性や、ね、効果の検証が注目されています。すごいですよね、ほんまにね、6月、来年の6月ね、認めてほしいですよね。で、そしたらまた7人の人がね、命が助かる可能性があるんですからね。まあ、ほんでね、その治療の実験は、治験を受けた大阪市内に住むね、70代の男性の患者さんがいてるんですけどもね、まあ、その人はね、まあ、10年前ぐらいにね、虚血性心筋症というのに診断されたんですけども、その時の症状としてはですね、まあ、当時は息苦しさとね、その喉の痛みにすごい悩まされて、この仕事とか、まあ、階段の上り下りなどのね、この日常生活を守らない状態だったということなんですよ。まあ、その男性は長期にわたって治療を続けてましたけども、この、まあ、薬を使った治療ではね、回復が難しいということで、症状が悪化してしまった場合にはですね、もう心臓移植しかないですよとね、もうお医者さんからね、言われてたそうなんですよ。で、その男の人がね、まあ、今回の治験に参加することを決めた理由としてはですね、まあ、世界中の心臓病の人を救うことに役立ててるというのならば名誉なことなので、自分の命をかけてでもね、満足だと思って参加しましたというふうに話したんですよ。いや、まあ素晴らしいよな、自分のね、なんかね、自らの危険を顧みずっていうような言葉はね、このためにあるんじゃないかと思いますけどもね。
まあね、すごいですよ、本当に。その男性の手術はね、まあ、今年の9月のね、頭に行われて、まあ、術後の経過はね、良好だということです。まあ今はその手術から4ヶ月経ってますけども、体調が徐々に良くなってきてると感じてるというんですよ。ってことはもう階段の上りよりもね、別にその、しんどくなくなるんちゃうかっていうぐらいまで回復したら、これほんまに回復してるやんってなりますよね。何回回復って言うんやろ。だから回復してるっていうことなんですよ。すごいですよね。ほんまにもうこのニュースを聞いた時はね、嬉しかったですわ。ほんで僕ね、その今年の1月に心筋シートが作られて治験が始まりますよってこう動画で話してたとこなんですよ。それが今となって順調に経過してますよっていうことが分かったんで、もう命を救う新しい治療法が開発されてるとなるとね、これはね、喜びでしかないですね。この他にもですね、 iPS 細胞っていうのはですね、化粧品会社のファンゲルがね、またその iPS 細胞を使って新しい発見をしてたんですよ。あのリプロセルっていう会社と共同で開発したね、あの人 iPS 細胞由来の感覚神経細胞っていうのを使って、防腐剤とか大気汚染物質がね、こう神経を刺激してしまって正常な状態から過敏な状態に変化させる可能性があるよっていうのをね、明らかにしたんですよ。これはね、その皮膚の中に残ってしまうの化粧品のね、防腐剤がですね、感覚神経繊維をね、増殖する可能性と、まあ、皮膚に浸透したその大気汚染がですね、感覚神経変性っていうのを引き起こす可能性を確認したということなんですよ。難しいですけどもね。だからその人 iPS 細胞由来感覚神経細胞っていうのを化粧品を使うことで皮膚の中に残ってしまうと予測される濃度の防腐剤や、まあ、食用オイルから検出されるあのベンゾピレンっていうのがあるんですけども、それを含む培地っていうところで培養して、その感覚神経先生っていうのを引き起こす可能性があるということを発見したんですよ。まあこのように iPS 細胞っていうのはですね、まあ治験のようなね、体を治すための研究と、まあ今お話しした感覚神経変性っていうようなことが起こらないようにどうすればいいのかというね、そのいろんな研究でね、使われてるんです。まあ今回はね、その心臓病の病気による研究結果が順調ということで報じられましたけども、まあ今まさに実験されているがんに使えるかという研究などね、まあ報じられていること以外でも他のことにもどんどん使われていることだと思います。まあね、 iPS 細胞もね、今世界を震撼させている新型ウイルスにもね、対抗してくれたらいいんですけどもね、まあ、僕としてはね、一番にはね、白血病に使えるようになってほしいです。まあそんな感じでね、 iPS 細胞を使った心臓の病気に対する実験は順調というお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。